メドミノです。この間ですね、ツイッターでこんな投稿を見ました。こちら。ね、絵面は結構インパクトありますよね。木工用ボンドを音が悪いレコードにこう塗ると、溝のね、深いところの汚れまで取れて、もう一気に、もう生き返るっていうね、そういう投稿なんですよ。これちょっとやってみたいなと思います。はい。で、しかも何が面白いって、ボンドをね、ペリペリペリっと剥がした後に、その、ボンド、要はレコード型の乾いたボンド、の、まあ、透明の膜ですよね。それを再生すると、後期ビートルズ風の、まあ、狂気じみたアバンギャルドな音楽が聴けるという、まあ、ちょっともうよくわかんない話だけど、それちょっと実際に検証してみたいと思います。はい。で、この間ですね、このアルバム買いました。スイッチとオンバッハという、まあ、モーグシンセサイザーでバッハを演奏するという、まあ、なんだろう、このエレクトリックミュージックのもう最初期の、アルバムなんだけど、これのね、LP 買ってて、ちょっと音が悪くてがっかりしたんですよ。で、これで試したいと思います。はい。ちなみにこのアルバムで結構なんか歴史的には重要な作品とされてるらしいんだけど、サブスクでなくて、LP で、買いました。そんな感じ。じゃあ早速塗っていきたいと思いますよ。はい、じゃあね、早速塗っていきたいと思います。一応推奨されてるのがこの小西の木工用ボンドらしいですね。速乾、はい、やっていきたいと思います。これでもなんかすごく大胆なことをやってる感覚になるな。うわ、あ、なんかヘラみたいなの必要かもしんないね。はい、急遽ちょっとなんか出前で届いたレンゲを使ってます。ヘラの代用。あ、まんべんなく塗るのでむずいな。普通になんかクリーナーとかでやった方がいいんじゃないの。これどうなんですか。ラベルにつけたくないしな、絶対。こんな感じでわーっと大胆にいっちゃいましょう。うわー、なんか失敗したらやだな、このアルバム。で、またかなりの量のボンド使いますね、これ。はい、こんな感じでね、丁寧に全体的に塗ることができましたんで、じゃあちょっと乾くのを待っていきたいと思います。はい、結局ですね、乾くまで1日かかりました。翌日起きたらこうなってたって感じ。まあ、速乾ってね、書いてあったけど、やっぱりこれだけね、もう塗りたくりまくってたらそりゃ時間がかかりますね。じゃあちょっとペリペリと剥がしていきたいと思います。はい、これでも結構難しそうだな。どうやって、って言ったらいいんだろう。この辺が結構分厚くなっててやりやすいかな。まあ、結局さ、こんなに素手でペタペタ触ってたら、最後またちょっとクリーナーでね、拭く必要ありそうですよね。全然きっかけがつかめない。え？ガチガチじゃん。はい、ここのところにね、ちょっときっかけを作れました。で、ここをね、とっかかりにやっていきたいと思います。まあ、盤面の汚れを取るのはもちろんなんだけど、やっぱり最後このね、ボンドレコードを再生するの結構楽しみにしてるんで、なるべくね、この盤の形をそのままに剥がしたいんだけど、結構難しそう。おぉ。割れちゃった、割れちゃった。割れてほしくない。なっちゃ再生できなくなるじゃん。はい、なんとか剥がすことができました。まあ、ところどころね、こうやって破けちゃったところがあるんだけど、どっかしらこう一周は、針を回すことができると思うんで、再生がちょっと楽しみです。で、裏側にね、やっぱりね、盤の、まあ、溝が若干こっちに記録されてるっていうか、こうよく見るとわかるかな。太い溝があるじゃないですか。で、こういうのがおそらく曲管のこの溝ですね。そういうのが残る具合には一応このレコードの情報がコピーされたという。いうか、うん、これ楽しみで、こっちが、まあなんとなく結構綺麗に剥がすことができたと思います。ちょっとね、細かい、残りがあるのと、結局剥がすときに指紋めっちゃついちゃったんで、一回ね、ちゃんとクリーナーで拭いていこうと思います。はい、じゃあですね、拭き切ったんで、ちょっと音質がどうなってるかね、聞き比べていきたいと思います。音源は残念ながら共有できないんですけども、俺の反応を見ていただけたらなと思います。さて、どんなもんなのか。いや、もうノイズすごいな。変わらないどころかひどくなった。俺がうまく取れなかったのかな。真ん中ら辺とかどうなんだろう。真ん中ら辺、あの、盤の真ん中ら辺はかなり音良くなってます。多分なんだけど、その、盤にボンドを塗った時に端っこがやっぱりちょっと若干ムラがあったのかなっていう、真ん中ら辺はかなり分厚く塗れたんで、
そこのノイズはかなり改善されてると思います。ぶっちゃけもう、新品同様ぐらいまでいってるかも。ちょっとでも同じ版でこういうムラができてしまったのはかなり悲しさはある。このレコードを探すの大変だったんで。なるほどね。まあなんか、だから、一長一短ですね。時間もかかるし、ね、実際このボンド剥がすのもかなり神経使ったんで、そこまでする必要はないのかなってちょっと思っちゃいましたね。なんか普通にちゃんとクリーニングすれば、だいたいこれぐらい良くはなる気もするんで、ちょっとうーんって感じ。まあでも、まだありますよ。ほんで、剥がしたレコード、これを聞いてみましょう。はい、こんな感じセットしまして、で、この辺が多分ね、一周行ける場所なんですよ。割れてないという。ここにちょっと針を落として、ね、どういう音がするのか聞いていきたいと思います。これは音源流せるからね。楽しみ。針の負担とか大丈夫なのかな？行ってみましょう。めちゃめちゃ飛んでるじゃん。めちゃめちゃ飛んでんじゃん、針。やば、これ。大丈夫？今の。ちょっと待って、こうやってなんか、そうだね。ムラがあるからいけないんだ。高さに。ちょっと平らにして。でもなんか、ツイッターの動画めちゃめちゃ綺麗に回ってたけど、あれ何なんだろうな。これでちょっとやってみよう。お、あー。めっちゃ針に悪そうじゃない ?45 回転でやってどうなるかな。あれですね。だからやっぱりもうその溝が多分薄くてグリップしないっていうか常に飛ぶ状態になりますね。ちょっと聞けるな。はい、ということでね、結果ちょっと悔しい。まあ確かに音は良くなったんだけど、まだまだうまくやれんのかなと思いました。ちょっとね、ぜひ皆さん、お手元にね、音の悪いレコードと、もうこういうボンドがある方はぜひ、トライしてみてください。そんな感じで、それでは。